平均すると月5万ぐらい。記事の書き方を変えたっていうのも大きいんですか？大きいですね。一人の人が一回買ってはいそれで終わりっていうのはすごくもったいない。多分バズるんじゃないかなと思います。僕何でも書けますっていうライターさんのこと全然信用しないんですよ。最初にじゃあお名前教えてもらっていいですか？はい、井野和と申します。井野和さんはブログ歴どのぐらいですか？1年と9ヶ月目になります。2年経たないぐらいってことですね。そうですね、はい。それで今収益はどんな感じでしょう？ですね、結構ばらつきがあるんですが、だいたい平均すると月5万ぐらいになります。はい、すごいですね。ってことはもうちょっといい月もあるってことですか？10万を超える月も何回かはすごいですね。ありました。はい。なんかばらつきがあるとかっていうのもじゃあ後でちょっと伺いたいなと思うんですけども、はい、なんかそのブログ始めたきっかけ覚えてます？僕が今バーテンダーをやってるんですが、はい、ちょっと一回コロナがもっとひどかった時期に一回自身もかかってしまいまして、うん、まあ、入院もしたんですね。ああ、大変ですね。でやっぱりその時になんかこうずっと仕事を休まなくてはいけなくなって、はい、でやっぱり給与も、まあ、保証少しはされるといってもやっぱり安定してずっと入るわけではなかったので、はい、バーも休業も入りましたし、はい、って時にちょっとこう収益の面とか考えて今のこう仕事の在り方とかを見直そうと思った時にちょっとブログに出会って始めたっていう感じです。ちなみにバーテンダーっていうのはどっかのお店で働いてる、自分でお店を持たれてるわけではないっていう感じですか？あ、そうです、雇われてやっております。なるほど、はい。まあ、そのままバーテンダーとしてやっていたら何かあった時にまずいぞっていうのをコロナで思ったってことですかね。そうですね、ちょっとまあリスクの分散ではないですけどちょっと考えようかなっていうところで。なんでそれでブログという選択肢に行き着いたんですか？一応ブログの存在自体はずっと知ってはいたんですね、もう結構5年ぐらい前から、はい、うん、でもなんかやっぱり自分で発信することが今まではなかったので、はい、まあ、ちょっと敬遠してた部分といいますかね、いうのがありまして、でもまあ今はちょっとこうバーテンダーもやってるのでちょっとお酒関連で発信もしかしたらできるかもしれないって言って今いい機会だなということでそこで始めました。まあもうすぐ2年ぐらいだと思うんですけど、実際にやってみてどうでしたか？はい、思ったより稼げないとか思ったより簡単にいったとかで言えば、正直最初は思ったより全然もうなんか SEO でも上位にも上がらないですし、はい、かけた時間と結果が全く見合わないなとはずっと思ってました。はい、なるほど。現在は結構でもなんか作業量とか時間に対してのリターンはちょっと大きく結構思ったよりはなってるのかなっていうのは感じます。まあこの後ちょっとブログの話具体的に聞いていこうかなと思うんですけど、要するにお酒に関するブログっていうことですよね？はい、あ、そうです、はい。でもすごいなと思いますよね。お酒に関するブログで2年弱ぐらいで平均して月5万、いい時だったら10万超えるって普通にめっちゃすごいなと僕は客観的に聞いてて思いますよね。 ありがとうございます。いや、その辺の話もちょっと詳しく聞きたいので、はい、ちょっとね、いろいろ教えてください。なんかその後の目標とかありますか？お金の話にはなるんですけど、月に20はやっぱり安定してほしいなっていうところです。はい、それはなんで20なんですか？今自身でライター業もやってるんですけれども、まあ、完全にもしバーテンダーがこうダメになったとか、あとは、はい、まあ、お店がどうこうではなくて自身が辞めるってなった時にちょうどこう給与としてライター業と合わせて30ぐらいあれば、まあ、食べるのには困らないので、はい、まあ、その金額設定っていうことでですね。ということは平均して5万ぐらいでいい時だと10万超えるっていう話なんですけど、それと他にライターとしての収入もあるっていうことですか？はい、あ、ライターとしての収入はだいたい10から15ぐらいすごいですね。はい、ってことは合わせたらでもそれだけで20万ぐらいになるってことですよね？はなります。すごくないですか？いや、わかんないですけど、本人に聞いてもあれかもしれないですけど、もう割となんかその目標半ばというか、はい、あとちょっとで達成しそうな感じだなと思っちゃうんですけど、なんかどうなんですか、ここから伸びにくそうだなとか感じてたりはしますか？ブログに関してはやっぱり今後すごく伸びづらいなって思うところがありまして、はい、うん、というのもASP で取り扱ってる案件っていうのが圧倒的になくてですね、はい、なので基本Amazon ですとか楽天とか
ていうのからの収益になってしまうので、どうしても利益率が低い、まあ、8% ぐらいにはなるんですけど、Amazon でいうと。なので、ちょっとこう、大きな収益っていうのが生まれづらいので、まあ、そこをどうしていこうかっていうところもありつつですね。基本的には、Amazon とか楽天みたいなものをメインに商品は扱ってます？そうですね、もうほとんど、もう9割9分ぐらいは、そんな感じです。それって何になるんですか？ウイスキーとかそういうことですか？あ、そうです、ウイスキーと、あとはあの、まあ、自宅でちょっとこう簡単にカクテルを作れるような、はい、まあ、道具の紹介とか、これだけ持っていればいいよみたいなものとかですね。収益として大きいのはお酒ですか？もう圧倒的にお酒です、ほぼほぼ。はあ、なるほど、はい。でもあれなんですね、 Amazon のお酒のカテゴリーって報酬 8% もあるんですね。 8% あります、ウイスキーは。いや、かなり高い方ですよね、多分それ。高い方です。はい。ウイスキー、まあ、ものによると思うんですけど、いくらぐらいなが相場ですか？ 3,000 円とか 4,000 円とか。それが多いですね。なんか、最近買われるようになったのは 7,000 円ぐらいのやつが結構たくさん売れてる感じはあるんですけど、はい、大体 3,000 円ぐらいのものが多いです。3,000 円の 8% なんで、250円、240円とか、そんなもんですか？結構低いです。ああ、確かに結構辛いですね。はい、しょうがないんですが、なかなか辛いところですね。アフリエイトはやってるんですか、 ASP の？ですね、まあ、一応取り扱ってるのがジン、まあ、蒸留酒なんですけれども、それが1個だけあったので、はい、それを1生地だけ取り扱ってるやつがあるっていう状態ですね。他は一切ないです、 ASP で。なるほど。その辺はだから今これから収益を伸ばしていく上でどうしようかって悩んでいる部分だったりします？はい。んー、ちょっと金額がどうしても低くなってしまうので、一個一個の。確かに。まあでもすごいですね、それだけで平均で5万とかで、いい時で10万売れるってことは、相当な件数売れてないとその金額いかないかなと思うので、かなり売れてはいるってことですね。はい、売れてはいます。なるほど。まあただ単価が低すぎてなかなか儲からないと。はい。お酒で言うと買い取りとかは割と市場として大きいんじゃないかなと思うんですけど、その辺ってどうなんですか？買い取りも一応あるんですが、おそらくまあ今買い取りを行ってるっていうのが、はい、まあ、ほぼほぼ手に入らないようなレアなウイスキー、高額なもう転売されて何十万っていうウイスキー以外は、おそらくほぼほぼ売る方があんまりいらっしゃらないので、はい、なんかそっちの客層といいますかに向けて書くと、ちょっとこう自身のあれとはそのサイトの感じとは違うのかなとも思いつつで、結局まだ手を出してないって状態です。まあ確かに、まあ、それをメインにしていくっていう感じではないんですけど、はい、まあでも言ってもそういうのも扱ってもいいのかなとは思うんですけどね。はい、はい、お酒の買い取りって割とアフィリエイトあると思っていて、案件いくつかあると思うんですよね。はい、で報酬単価もそんなに悪くないと思うので。そうですね、はい、まあ、なのでそういうところでとりあえずちょっとぐらいは記事書いてもいいのかなと。まあ、まあそうやって調べてくる人ってまあお酒好きな人じゃないですか。はい、でもしかしたらなんかもらい物とかで眠っているやつとかあるかもしれないので。ああ、そうですね、それを売れるっていうのも知らない人も多いんじゃないかなと思うんですよね。確かに、そもそも、だからそういう人にお酒って実は売れるんだよとか、そういう切り口で書くっていうのは別に悪くないかなとは思うんですけどね。あ、はい、なんでまあまあちょっとその辺もマネタイズできそうかなっていうところで、はい、そうですね、ちょっといろいろ調べてみようと。はい、はい、ぜひぜひ。なんか月5万ぐらいってことなんですけど、はい、なんかそこに至るまでにどんな感じだったんですか？途中は右肩上がりに来たのか、最初は全然ダメでどっかで伸びたのか。ずっと最初の半年から8ヶ月ぐらいまではもう全くほぼほぼ伸びずで、収益も生まれても20円とか、そのぐらいだったんですけど、はい、1年超えるようになってから月1万以上上がって、そこからは割と右肩上がりになりまして、でも1年半超えて、まあ、だから3ヶ月4ヶ月ぐらい前からはちょっと横ばいになってしまったっていう感じです。その伸びたきっかけは SEO で評価されてアクセスが増えたからとか、そういうことですか？あ、そうです。結構最初はずっとちょっとマイナーな
ウイスキーのレビュー記事からやっていこうと思って、この SEO で集客するにあたって。で、そこからちょっと流入があったので、簡単なまとめ記事みたいなのを書いて、そこから伸びたって感じでした。はあ、なるほど。その記事の書き方を変えたっていうのも大きいんですか？伸びた大きいですきっね。かなんかけとしもう、て。装飾とかも最初は全然してなかったんですけど、それもそこから勉強するようになったりとか、あとはこう、広告の位置とか、デザインとかもう全部変えてってっていう感じですね。ブログとかを見てるとこだわって作っている感じがあるので、まあ、かなり勉強されたんだろうなっていうのはなんとなく見ていて思いますね。ありがとうございます。まあ、確かにこのまんまやっていってどんどんこれが伸びるのかって言われたら結構微妙かもしれないですね。まあアクセスを増やすっていうのももちろん大事なんですけど、それよりはまあその収益につながるアクセスをどういうふうに増やすかっていうところにシフトしていく方がいいような気はしますけどね。その例えば新しいじゃあウイスキーとかで記事を書いてそれが上がったとしても増える収益ってまあ言ったらたかが知れると思うんですよ。そうですね。ね、まあ1件売って数十円とか、まあよくても200円とか300円とか、まあそんなんだってするとなかなか伸びていかないと思うんで、まあそれよりはやっぱさっき言ったみたいなお酒の買い取りだったりとか、まあお酒だったらあとギフトとかそういうのもあるんじゃないかなと思うので、なんかそういうもので収益を出していくようにするっていうのはいいのかなと。例えばお酒、ギフト、おすすめみたいなんとか、お酒の買い取りとか、まあその辺のキーワード、まあそればっかりで記事書いてるとね、なかなかこうブログのコンセプト変わっていっちゃうかもしれないですけど、そういうところである程度 SEO 上がるんだったら、それはそれでもっと収益増えると思いますよね。アクセスはそんなに変わらないけど、多分収益が10万とか20万とか普通にいくと思うので、その辺は狙ってもいいかなと思うんですけど、どうですか？一回やっぱりチャレンジはしてみないことにはっていうのがあるので、ちゃんと書いてはそうみですまね。す、今後。はい、ぜひね、そうしてください。まあ、今ってそのお酒のレビューが中心なんですかね。ほぼそうです、レビューですね。なんかその辺は今後どうしていこうとかっていうのを考えてるんですか？正直な話、今110記事ぐらい、全体の記事であるんですけれども、昔に書いた記事も含めて。まあでも、おそらく、レビュー記事っていうのはもう終わりがないので、ずっとやっていくとは思うんですけど、プラス100、200記事とかっていうのはやっていくとは思うんですけど、今後どうしていくかっていうところで、レビュー記事のあり方みたいなのをちょっと考えてまして、というのも今は、ウイスキーの概要みたいなのが最初に来て、その次に、ちょっと飲み方別とか、味とか香り別の評価とかがありまして、で、まあ、最後にこんな人におすすめですとか、あと評判とかを書いて、リンクを置いてるって感じなんですけど、ウイスキーを買うときに、正直そこまで読者が情報を求めているのかどうかみたいなところがちょっとずっと気になってまして、確かに。僕自身なんかこのウイスキーは、まあ、情報とかはもう本当に最小限で、もうこういう人におすすめです、こんな味ですだけで、なんかこういうふうに飲みたい人にはおすすめですみたいな、それだけでもいいんじゃないかみたいなところが若干ありまして、だからもっと端的に短くしていくべきなのかどうかっていうところで、ちょっと試行錯誤しながらやっていこうかなとは思ってます。ああ、なるほど。まあそういうのもあっていいかなとは思うんですけど、ただ一個一個のデビュー記事ってなるとあんまり端的にするよりは今みたいに詳しく書いてる方がいいかなとは思いますね。で、なんでそれを言うかっていうと、やっぱりバーテンダーをやってるっていうところが大きな牽制になってると思うんですよ。ただのお酒好きな人じゃなくて、ちゃんとそうやって仕事としてお酒に携わってる人がブログをやっていて、いろんなことを伝えてくれるってかなり大きいと思うので、その辺のなんかボリューム感っていうのをなくしていくと専門性がなくなっていくんで、まあそれはそれで助かる部分はあるとは思うんですけど、専門性があるからこそやっぱり権威性が発揮される部分があるので、だからそういう簡潔なまとめ方がされているようなものっていうのは一個記事としてあっていいと思うんですよね。例えばいろんな、ウイスキーだったらウイスキーの一覧みたいなのがあって、それぞれ端的にこれってこういうものでこういう人のおすすめですみたいなのがなんかパッと見てわかるような記事は存在してでもいいと思うんですけど、そうじゃなくて一つ一つのウイスキーのレビューとかに関してはやっぱり詳しいこととかも入れていく方が、まあ、このブログとしてはいいんじゃないかなと思いますよね。差別化にもなりますし。いや、どうですか、やってて。まあ、今もだいぶそぎ落としてはいる感じだったので、正直、さっき僕が申し上げたようなことは、
ちょっと踏み出すのは正直怖かったので、まあ、今そうやってご意見いただけたので、うん、まあ、ちょっとこうそんなに変えずにではないですけれども、今の軸はぶらさずにちょっと個別記事とかはやっていこうかなとは思いました、はい、今はブログだと思うんですけど、他の媒体もやろうとかっていうのはありますか？ SNS だとか YouTube だとか。今ウイスキーの値上がりを受けているっていうのもあって、まあ、ちょっとカクテル方面にシフトしていこうかなともちょっとだけ考えていまして、はい、ってなるとちょっと YouTube とかも、やり始めようかなとは考えてます。ああ、多分ですけど YouTube との相性めちゃくちゃいいと思いますよね。はい、多分 YouTube チャンネルあると思いますけど、もうすでに同じような。あ、ありますね、はい、ただそれでも相性いいだろうなとは思います。うん、例えばそのバーのおしゃれな雰囲気でそのお酒を作るとかっていうよりは、どっちかっていうと家でも美味しくお酒を飲めるみたいな。そうですね、家でも美味しく飲めるお酒、カクテル、ウイスキーとか、なんかそういうのっていうのは割と需要あるんじゃないかなと思いますね。まあ、それこそ、まあ、ウイスキーじゃないですけど、例えば焼酎の水割りとか、はい、なんかそのめちゃくちゃ美味しく作る方法とか、まあ、他のお酒でもいろいろできると思うんですけど、はい、そういうものっていうのはすごい回るんじゃないかなと思いますよね、その再生数が。あ、なるほど。だからその方向性っていうのは一個ありなんじゃないかなとは思いますね。さっきも言ったんですけど、ブログでこのままレビューを増やしていっても、なんかあんまりこう労力に対してのリターンが小さい気がするんですよね。なかなかそこまで、お金にならないのかなと思うので、そういう意味では YouTube とかだと再生数が取れれば結局それって収益につながっていくので、はい、なんかその辺を狙っていく方がいいかなと思うんですけど、いや、どうですか？そうですね。いや、でもちょうど、まあ、始めようかどうかなってずっと思ってたので、はい。まあ、でもこれをきっかけに少しずつ始めたいとは思います。本当に。なんかその選択肢があるんだったら、はい。やった方がいいかなとは思いますね。そうですよね。なんか動画内でも、なんか、やるやらないっていうのを聞くんだったら、それ絶対やった方がいいことって、なんか、おっしゃってたのを思い出しました。はい、ああ、そう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 。これやった方がいいですかっていう質問は、大体全部やった方がいい。はい、なんで、まあ、やった方がいいかなとは思います。相性もいいと思うし、はい、なんかあともう一個、その収益を上げていくっていう意味で言うと、はい、高いお酒ってあると思うんですよ。あ、ございます、はい。まあ、ウイスキーでもあれだし、まあ、ウイスキーより多分高いってなるとワインとかの方が圧倒的に高いのかなとは思うんですけど、はい、できるんだったらですよ。その金銭的なところもあるんで、はい、なかなか難しいかもしれないんですけど、できるんだったらその高めのものをレビューしていくと単価も上がるんでいいかなとは思いますよね。ああ、そうですね。なんかその辺はやってるとか、なんかどう思うとかありますか？いや、あの、正直ちょっとだいぶ後回しにしてしまってる感じはあります。まずはちょっとこう買いやすいやつとか、手を出しやすいやつ、初心者向けのやつとかっていう方向でやってたので、ちょっとそっち側もやってみるのもいいかなと思いますね。今って、ブログ全体の PV 数どのぐらいあるか分かります？月ででも大体1万ぐらいしかないです。ああ、でもすごいですね。そう考えたらめちゃくちゃ収益性高いですね。そうですね。なんかありがたいことに。それって結局何かっていうと、まあ、お酒が好きな人とか、本当にそういう、まあ、ウイスキーだとかそういうのを買いたい人が集まってるから、そんだけ、収益上がるのかなと思うんですけど、はい、その人に、まあ、何でもいいんですけど、例えば山崎を買いに来た人が、もちろん山崎とか買っていくと思うんですけど、例えばそういう人に一緒にこっちも飲み比べてみるとおすすめですよとか、あ、はい、例えば、普段はこれを飲んでるかもしれないけど、ちょっと特別な日向けに、特別な日のためにこれも買ってみませんかみたいなんで、ちょっと高いものをおすすめするとか、なんかそういうのもありなんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。まあ、お酒だったらいろんな組み合わせができると思うし、なんか日常的に飲むのにそんなに高いものってやっぱり買いにくいとは思うんですけど、そうじゃなくて、たまになんか自分へのご褒美っていう意味で飲むんだったら、ね、お店で飲むより全然自分で買って飲む方が安いじゃないですか。そうですね、はい、だからそういう高めのお酒っていうのも、レビューしておすすめしたりするのもいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、あと多分単純にそれ自体が差別化になる、バーテンダーとかをやられてるってことなんで、まあ、そういう高いお酒とかをその目にしたり、はい、多分飲んだりする機会っていうのが、まあ、少なからずあるのかなと思うんですけど、はい、結構ありますね。なんですか、その自分でやるって大変じゃないですか。ちょっと
と飲むっていうのができないんで、結局そうですよね、このボトルで買わなきゃいけないけど、このボトルが例えばじゃあ5000円とか1万円とかするものを毎回買ってって難しいじゃないですか。はい、はい、ただバーテンダーとかであれば、ね、お店にあるやつをちょっとそこで飲むとかっていうのができると思うので、そうですね、そういうところも一つすごく強い要素だなと思うんですよね。真似できない、やろうと思っても、はい、そこは一個、まあ、他の競合との差別化っていう意味ではやっていく方がいいところかなとは思うんですけど、うん、どうですかね、確かに有利ではありますね、自分は結構、はい、うん、そうですね、他の人がやっぱなかなかできないことなので、まあ、その他の人ができないけど自分はできるっていうところをどうやって生かしていくのかっていうのはすごい、まあ、重要なところだと思うので、確かに、はいはい、その辺は大事にしたいですよね。例えば飲み比べみたいなやつとか比較とかっていうのもなかなか難しいじゃないですか。そんなにたくさんの種類を置いておけないので、そうですよね自宅ってなるとって考えたら、そこはすごく大きな強みだと思うので、プログでも生かしていく方がいいだろうなとは思いますね。確かに、なんか比較記事っていうとすぐに割といくつも案は浮かぶので、なんかそれもちょっとやっていきます、うん、ありがとうございます。僕も割とお酒飲んだりするんですけど、なんかちょっと違うやつ飲みたいなみたいな、はい、っていう時にやっぱ比較してくれてるとすごいありがたいので、はい、だからそういうのがブログで知れるっていうのはすごいいいと思うんですよね。なんか貴重だと思いますね。なんかそこまでやってるのってあんまりなさそうな気がするんで。そんなにはないと思います。うん、そうですよね。なのでぜひやってください。僕が見に行きます。はい、はい、ありがとうございます、まあ、あとあれですね、はい、1個アドバイスをするんだったら、僕割と対談の時でも言うことが多いんですけど、コミュニティ作っちゃうのがいいかなとは思いますよね。あ、コミュニティ、はいはい、それをコミュニティを持ってるっていうのはすごく大きくて、特にこのブログの場合はコミュニティを持ってるか持ってないかっていうところはめちゃくちゃ今後の大きな差になってくると思いますね。あ、今やられてますか、コミュニティとか。ですね、一応まあコミュニティとまでは呼べないんですけど、ツイッターで、はい、そのウイスキーを好きな方、はい、とかとのつながりは結構あるんですけれども、はい、結構なんかツイッターをがっつりやっててお酒も好きっていう方ってかなり詳しい方たちばっかりなので、うんうんうん、まあ、僕が今その書いている初心者向けとかお酒をまだあんまり知らない方向けのやつは全くこう全然領域が違うところにもすでにいるというかっていう方たちばっかりのコミュニティに入ってしまってまして、あ、なるほど、狙ったところではない気はします。ちょっとまあそういう人たちよりはやっぱどっちかっていうと、もうちょっとこれからお酒詳しくなりたいなとか、はい、なんかお酒好きなんだけどもうちょっともう一歩踏み込んでなんかいろんなことを学びたいとか、うん、なんかそういう人がいいと思うんですよ。はい、そのコミュニティがなんでいいかっていうと、結局、さっきも言ったんですけど、一人の人が一回買ってはいそれで終わりっていうのはすごくもったいない。うん、はい。で、お酒を飲む人って基本的にずっと飲むと思うんですよ。そうですね。多分何十年も毎晩欠かさずにウイスキー飲んでる人って多分結構いると思うんですよ。はい。ってなると、その人を一回だけで終わらせるっていうのはすごくもったいなくて、まあ、言ったらツイッターとかでそういう発信をするっていうのも大事だし、そういうところつながるっていうのは大事なんですけど、でも言ってもそれって多分1回きりで終わっちゃうんですよね、はい、そうですね、そんな感じします。今はい、1回自分のブログとかに来てそこで買ってくれたらもうそれで終わりってなっちゃうので、そうじゃなくて、そのコミュニティを作ってそこで定期的に関係性を作っておけば、じゃあこのウイスキーがなくなったらじゃあ次にどのウイスキーを買おうかっていうのを考えて、井の方さんのブログからもう1回注文してくれる。あ、なるほど。まあ、要はリピーターが生まれるっていうことなんですけど、そういうふうにしていくと、収益っていうのももっと伸びやすくなるし安定するのかなと思いますね。なるほど。でもなんか僕は全然コミュニティに関して全く無知なんですけれども、はい、なんかどうやって作っていくのがいいんでしょうか。なんか メールとかそんな感じなんですか。 LINE とかでとりあえずいいんじゃないかなと思っちゃいますけどね。ああ、なるほど。僕はいろんなコミュニティやってて、やっぱりなんだかんだでいいのが、まあ、そのスラックってやつがあって、スラックでコミュニティ作るのが一番いいなと思うんですけど、ただハードル高いと思うんです、そのスラックみたいなコミュニケーションツールを使ってコミュニティをやってるって言っても、やっぱ一般の人入りにくいと思うので、はい、そうすると LINE みたいなところでそういうウイスキー好きとかお酒好きの人が集まって情報交換してるようなのがあるよっていう方が入りやすいかなとは思うので。あ、なるほど。まあ、ただどうしてもこうLINE になると全部のこうトークというか会話が、はい、上から下に流れていくんで、
なんか会話がだからいろんな話をした時に意味わかんなくなっちゃう可能性はあるので、はい、まあその辺はなんかこう気をつけなきゃいけないんですけど、ハードルが低いっていう意味ではまあとりあえず LINE でもいいのかなと。はい、ちょっとでも検討してみます。 LINE ですね。そう、もう一個言おうと思ったのが、はい、その単純なお酒のレビューとか、はい、まあ、さっきもその YouTube のところで例えば美味しいハイボールの飲み方とか、それだけでもすごい需要あると思うんですけど、それだけだと本当にお酒好きな人とかしか集まってこないので、やっぱなんかもうちょっといろんな人に見てもらうというか、うん、興味を持ってもらうっていう意味ではちょっとずらした方がいいのかなと思っていて、あ、はい、例えばなんですけど、女の子とデートをした時に、うーん、なんかかっこいいと思ってもらえるようなお酒の頼み方とか、なんかお酒、あ、なるほど、女の子とバーに行きます、バーに行った時になんかジントニックとかって言うと、別にいいんですけど、ジントニックって言ったっていいんですけど、あ、なんかそんなに別にバーとか来ないのかなみたいな、なんかそれよりはこういう注文をしておけばちょっと通っぽいみたいないや、まあ、別にバーでそんなこと言う必要ないんですけど、なんかそうするとちょっとそのお酒が好きとかではなくて、モテたいとか彼女が欲しいみたいな、なんかそういう風なニーズも取り込むことができるので、幅が広がると思うんです、圧倒的に。うん、まあ、正直そうですね、僕もバーテンダーになるもっと以前、はい、まあ、最初行き始めた頃はやっぱりちょっとこう、どうしても男性ってやっぱかっこつけたくなると思うんで、はい、なんかそこ確かにお酒あんまり知らない頃とかあったなって今思い返しました、うん、なのでそういうのはね結構いいんじゃないかなとは思いますよね。なるほど、まあ、モテるっていうだけじゃなくても全然他の切り口いろいろあると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、お酒って割とね、いろんなシチュエーションで飲まれるものだし、なんか楽しい時も悲しい時も割とお酒って飲むじゃないですか、はい、はい、なんかそういう意味ではなんかいろんな切り口でいろんなことができるのかなと思うんで、そういう感じでずらしていくと単純にそのお酒好きじゃないいろんな人を呼べるんで、もっともっと伸びるのかなと思いますね。確かになんかあんまりその集客的な記事あんまりない気がします、自身のサイトで、はい、全部が収益記事みたいな感じになっちゃってるんで、そういったところもちょっと厚くしていかなきゃなとは思います、はい、うん、そうですね、まあそういうのやっていけるといいかもです。まあどっちかっていうと多分あの今言ったのは相性がいいのは YouTube の方が相性いいと思いますけどね、圧倒的に。はい、まあこのブログはお酒好きな人が集まってくるブログになってると思うので、どっちかっていうとこう恋愛要素で集まってくるっていうか、そもそもお酒が好きっていう前提だと思うんで、ただ YouTube になるともっともっとなんかそれが薄まっていくんで、なんかそこまで好きじゃないような人も来たりするんで、はい、だからそういう例えばモテるとかなんかそういう要素も入れていくと広がりやすくなるし、まあ競合との差別化もできるのかなと思いますね。はい、ツイッターも発信はしてるんですけれども、はい、なんか先ほど申し上げた通りちょっと若干コミュニティが違う感じになってしまって、はい、あの集客のもう 90% 以上が SEO なんですね。はい、でちょっとこうせっかくならやっぱり SNS でもやっぱりどうしても集客もうちょっと増やしたいなとは思うんですけど、なんかこう発信の仕方といいますか、はいはい、SNS でもなんかこうちょっと初心者の方とかお酒詳しくない方とかでもうまく取り組むような発信の仕方とかってなんかどうしようかなっていうところですごく悩んでいます。あ、でもそれはあのさっき言った延長線上でいいかなと思うんですけど、今ってお酒に関する発信をメインにしてるってことですね、ツイッターで。そうですね、はい、でお酒に関する発信をしていると当然お酒好きな人が集まってくるっていうのはそりゃそうなんですよね。はい、だからそうじゃない、もうちょっとお酒に興味ないような人でも興味持ってもらえるような発信をしなきゃいけなくて、それが何かっていうとさっき言ったみたいな、例えば自宅で飲める美味しいハイボールの作り方とかジントニックとか、まあ、水割りとかでもいいんですけど、そういうような発信、まあ、できれば図みたいなのを作って、こういう感じでステップ1ステップ2ステップ3ステップ4みたいなんでそのお酒を作るといいですよみたいなものを、画像をやる多分、バズるんじゃないかなと思います。はい、そうですね。あともう一個はさっき言ったみたいなそのモテるとかそういう要素を入れるとか、確かにその辺やっていくだけで全然興味持ってもらえると思いますけどね、いろんな人に。でもあれなんですね、ツイッターとかで割と動画とかで
お酒の作り方みたいなのやってたりするんですね。メイキングもちょっとやってたりします。まあでも言ってこれ割となんかそのハードル高く見えちゃうので、やっぱりそうなんですよね。はい、なんかもっと素人っぽくじゃないんですけど、なんかやっぱり自分たちでもできそうだなって思うようなものの方がいいかなとは思いますよね。そうですね、はい、なんかいろんな道具を見た時点でそんなもんねえよってなっちゃうんで、はい、最低限これだけは用意してくれっていうのはあってもいいと思うんですけど、はい、もうそれこそね、なんかグラスと氷とどこにでも売ってるような、うんと、いちこみたいな焼酎と、まあ、黒霧とかでもいいんですけど、そういうのと水とそれで作ったら入りきますみたいなぐらいの方がハードル低くて見てくれやすいのかなとは思いますけどね、はい、そうですね、はい、まあ、これはこれでかっこよくていいんですけどね、こういうのもあってもいいなとは思うんですよね、こういうのがあることによって本当にそういうバーテンダーっていう仕事をやってるんだよっていうのが分かるんで、はい、そういう権威性を出すっていう意味では全然これはこれで悪くないんですけど、なんかみんなに興味を持ってもらうとか幅広い人を呼んでくるっていう意味ではちょっとハードル上がりすぎちゃっていまいちかなとは思いますね。そうですね、もうちょっとかなり手軽にできる感じのやつとかもたくさん出していきます。はい、ライターとかの案件とかなんですけれども、はい、今時給単価とかで、まあ、こう2000円ぐらいのやつみたいなやつをいくつかももらってるんですけど、はい、なんか本当はなんていうんですかね、こうちょっと継続してじゃないですけれども、こう案件を取っていきたいなって思ってて、はい、で、まあ、クラウドワークスとかでも一応応募とかはするんですけれども、はい、まあ、そんなにすごくなんか大きい案件とかっていうのは、まあ、もちろんあまり見つからなくて、結構なんか周りのライターやってる方に聞くと、そのつながりでとか実際に直接もう企業からいろいろお話をいただいてみたいな方が多くいらっしゃってて、はい、そこのアプローチじゃないですけどっていうのってどうやって探したりやっていったらいいのかなっていうのも知りたいです。全然そういったコミュニティにも入ってかあのなくて、周りにライターやってる方っていうのが求めてる方も全然関わりがないので、はい、もう皆さんはどうやってそもそもそういう案件を得ているのかみたいな、まあ、例えばそれこそクラウドワークスとかでやっていて、それが継続した依頼につながるっていうのもあると思いますし、はい、誰かから紹介されるっていうパターンもあるかなとは思いますよね。うん、まあ、要はライターやってる人からの紹介、まあ、その人もライターやってるけど自分自身は忙しくて、でも自分の知り合いの企業が例えばライター探してるからって言って、こんな、案件があるんだけどどうみたいなのが来たりとか、あ、まあ、あとはコミュニティですよね。ライター系のコミュニティに所属をするとか、あんまりこれをすればっていうのが何かあるかって言われたらあんまりないんですよね。あ、なるほど。はい、なんかライターとして活動する中でいろんなつながりができたりとか、そういうところで案件が回ってきたりっていうのが多いと思うので。え、ジャンルで言うとお酒以外のものも普通に書いてる感じですか？あ、もう退職代行とか転職とかも結構書いたりしてます。でもできるんだったら何かのジャンルに絞っていく方がいいですけどね。あ、ライターも。はい。なんか結構イメージ的にはライターってなんかこう、はい、やっぱり振られたらな、どんなこうジャンルでもこう勉強してやっぱ書いてみたいなイメージがずっとあったので、ライターとしてこれに特化していくみたいなのってあんまりイメージで持ってなかったです。ああ、特化した方がいいですよ。絶対絶対に特化する方がなんだ、単価とかも上がるからですね。なるほど。例えば脱毛のことだけを10年間書き続けてるライターってもうめちゃくちゃ脱毛に詳しいと思わないですか？あ、そうですね。もうほとんど専門家って言っても過言ではないぐらい多分脱毛に詳しいんですけど、はい、でもこれを何でもありってなるとぶっちゃけ、全部が中途半端になっちゃうんですよね。あ、別に脱毛についてもそんなに詳しくないし、転職についてもそんなに詳しくないし、まあ、食材宅配についてもそんなに詳しくないしみたいな、クレジットカードも別にみたいな、はい、ってなると専門性がどんどんなくなっていっちゃうんで、じゃあその人に対して高い単価払えるかって払えないっていうか、それは専門性が高い人に高い単価払うよねってなっちゃうので。あ、そうですね、はい、あとは自分自身もあと新しく勉強何もしなくていいわけじゃないですか。何もしなくていいっていうと語弊がありますけど、はい、ね、お酒に詳しいということなんで、お酒に関してじゃあ記事を書くのにわざわざ力勉強したりはしないじゃないですか。はい、でもそれこそ脱毛についてのライターやるっていうのは脱毛について何もわからないから、まあわかんないかわかんないですけど、何もわかんなかったら調べなきゃダメじゃないですか。
その時間ってすごいもったいないですよね。あ、確かに、なるほど。ただそれって、単価には跳ね返ってこないんで、じゃあ10時間勉強したからこの分のお金くださいって基本的にできないじゃないですか、ライターって。そうですね、はい、ってなると文章を書いてる時間が長くなればなるほどに、その実質の文字単価とか、まあ、報酬って下がっていくことになるので、めちゃくちゃ効率が悪いんです。だから基本的にライターさんって何でも書けますっていうライターさんいるんですけど、僕何でも書けますっていうライターさんのこと全然信用しないんですよ。あ、そうなんですね。はい、はい、なんて何でも書けますっていう人って多分そんなに勉強せずに書いちゃうんだろうなと思っちゃうんです。ああ、そう見えるんですよね、確かに。あ、っていうかそうじゃないと僕は報酬単価合わないと思うんで、はい、そのまともにじゃあ全然やったことないジャンルを勉強してってなると、本当にそれをやってくれるのかって言ったらまあ難しい、こっちからもそんなに単価払うのって難しいんで、まあ、というかわざわざその人にお願いするメリットがないんですよね。じゃあ脱毛だったら脱毛に詳しい人にお願いすればその単価のこと考えなくていいわけなんでって言ってそっちの人にお願いしたので、まあ、そうですね、はい、なんだろう、考え方としてはやっぱり1個のものに特化していく方がいいですけどね。まあその時はやっぱり収益性の高いものに特化するっていうのがいいかなと思うんですけど、まあ脱毛とか、まあ、クレジットカードとか、まあ、転職とか、まあ、そういうのに特化していく方が絶対に知識とか経験とかそういうものも蓄積されていくので、まあ、ライターとしても圧倒的に有利だろうなと思います。ブログと同じように特化をしつつって感じなんですね。いや、そうですそうです、まあ、絶対にジャンルがなくならないようなところで専門性絞ってやっていくっていうのが僕はライターでもおすすめですね。あ、かしこまりました、ありがとうございます、はい。ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているからブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なのでブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。まあ、ニッチなブログ、まあ、お酒のブログっていうことで、はい、まあ、今回のこの Webshock TV の対談でも、まあ、初めてのジャンルだと思うんですけど、はい、ただそこでもかなりね、収益も上がってきてるっていうことで、まあ、ただこのままやっていってもそれがガンガン伸びるのかって言えばなかなかこう単価がそんなに高くないとかで難しいところもあるのかなと思うんですけど、そうですね、はい、まあ、でも、はい、対談の中でもいろいろねこの YouTube の話だったりとか、まあ、中で書いていく記事を、まあ、高いものについて書いていくとか、まあ、そういうものねやっていくと今よりは単価上がるんじゃないかなと思います。まあ、バーテンダーをやってるっていうことで、はい、専門性はめちゃくちゃ持っていて、まあ、その辺はプロフェッショナルだと思うので、まあ、いろんな人に役に立つし、はい、まあ、僕自身も役に立つしってことで今後もぜひこのブログ頑張ってください。あ、はい、ありがとうございます、はい、ということでじゃあ今日の対談はこれで終わりにさせてもらおうと思います。ありがとうございました。はい、お忙しい中ありがとうございました。